にちは、黒です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はアフタクトについて質問がありましたのでアフタクトについてお話ししたいと思いますねアフタクトっていうのはそもそも何かジャッキーっていうんですけどこれは何かっていうお話と、まあ、ジャズはアフタクトが多いんですねなぜ多いのかっていうお話ですねそれとオルザ・シングス・ユアとオーキーのどちらもイントロのお話をしていきたいと思いますそれでは始めていきましょう はい、まずアウフタクトとはですねジャッキーと言います日本語ではね、えー、弱クから始まるということですね、えー、弱クから起きるっていうイメージなんですけど、えー、アウフタクトってアウフっていうのは、まあえー、とアップの意味なんでタクトが上に上がっている時ですねだから振り下ろす手前なのでワンツースリーフォーみたいなこう裏白から始まるものをジャッキーと言いますアウフタクトというわけですね。 なのでジャズはアウフタクトが多い理由はですね言葉から由来するから例えば例えば英語だと「I love you」I l o v って言うじゃないですかこう日本語ってこう主語はあんまり言わないですね「愛してます」みたいな感じ「誰がやねん」みたいな話ですが「愛」とか「you」とかそういうこうまあ言葉の流れ上あんまり言わなくていいことも全部こう英語って言うじゃないですかだからこう「愛」とかっていうのは強く発音しなくていいので大事なのは「love」じゃないですかだから手前にあれ「love you」 っていう話になるわけですね。ジャズっていうのが、まあ、や,やっぱり言葉に密接に関わって作られているのでこう英語の英語圏の漢字ですね日本語の場合は例えば「うーんとあんたがたどっこさいごさいごどっこさ」変描写多いんですよだからこう。 そのままボツボツボツって喋るからねだけど全部白は頭白で喋るわけなんですねこの英語は頭白の手前にこう名詞が入ったりとかするのでこういう形になりやすいってことですねで「オールッシングス・ユー」はまあこれものすごくよくやる曲ですがイントロがこうわけが分かんなくなりますって話だったんですねでこれ僕もそうなってたんでこの「ララレ」これはまああの そそもそもオルダ・シングス・ユーアのこの曲は、えー、ラフマニノフの「鐘」という曲があってそれを聴いてチャーリー・パーカーがこの「これをそのイントロにつけたってこの曲を聴いてる時に多分オルダ・シングス・ユーアが浮かんだんでしょうねまあだどこがどうつながったのか分かんないけど天才ですね。なので、まあ、ちょっとおどろおどろしい感じのイントロではあるんですがここがねでというのを行ったり行ったり半音で。 こう行ったり行ったりりするわけなんですで、この最初のこのアウフタクトのこの,この音この音が邪魔なんですよねなので練習する時はワンツースリーフォーこう頭から「ラレーラレーソードソドーソド,ソドラレー」で慣れてきたら「ガーン」。 っていう風にに手前に足すすって感じですね足さずに足さないメロディーをオンからのメロディーをちゃんと覚えておいてからそれから手前に音を足して感覚をつかむんですねで最初僕これもやっぱ僕もひっくり返って聞こえたし例えばフォアなんかも全然ずれて聞こえちゃったタララタララっていうのタララここがオンに聞こえてたででパーカーとかマイルスはそういうのをわざとやったんですねで例えばウォーキングこれはマイルスの曲ですがワンツースー これって、タッタララタッタララタッタラーラーという風に聞こえがちなんですよ。ここが頭に聞こえるんですね。しかもこれ裏打ちにするから、ワンツースイータッタラーラドーンドンドンってベースも、えー、っとトニーもここを,ここを表で叩くから、ここが完全に表で聞こえるんですね。でこれはマイルズも言ってますけど、わざとそうしてる。わざとそのこう、 要はニューヨークはすごい音楽がこうどん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 こう進行していく中でこう若手のミュージシャンがついてこれない要はお前たちにはできない音楽やったこれは昔は大森明さんから聞いたんですけどやっぱ黒人ミュージシャンはその当時その当時ですよ今はもうあのそんなに差別もないのであまあありますけどそこまでひどくはないんですけど昔はやっぱりすごくひどかったらしいですね。ひどいい状態のの中でやっっっぱり黒人っていうのは俺たたちが作った 音楽をお前たちがができるわけがなないいってうっかんですよ。なので黒人はこう躍起になってこう白人にはできないっていうところを示していたっていうふうに言ってるしただそのマイルス的にはいい音楽できるんだったら白人も黒人も関係ないだから俺は別にビル・エヴァンソンを使うしみたいな感じのところやっぱありますね。だからこうまあ 生っ粋のミュージシャンはあんまりこういう関係ない要はできないやつは振り落とすみたいなイメージだったのかもしれないですね。とはいえこれ,これでやっててこれを高速でやってるとひっくり返って今どこが頭かずっとわからないままミュージシャンがこうねアドリブをこうしようと思ってパッていくんだけど表拍がわからないどうしようどうしようと思ってる間にどけって言われてそれがまあステータスだったみたいなところがあるんですね。そそれを結局こう、何くそと思ってて、次は覚えて これどうなってんだって,言って聞いてちゃんと家帰って覚えて次来た時にはバッチリ吹いてるっていうと認められるみたいなそういったところやっぱあったと思うんですね。なのでここも、えー、っとこの最初のファの音がこの後ワンツーシーファがあると難しいので要はワンツーシーフォー。ワンツーシーフォー。

まあもともとはそのジャッキで入るのは、まあ、英語圏の感じなんですけど特にこういうなんかややこしい裏拍のリズムっていうのは、まあ、裏から始まるとかっこいいフレーズだから作ったっていうのもあるし、まあ、前の質問言ってた時意図的にこう難しく作ったっていう部分もあるんですね。うん ななので、で難しいい仕方がないです。だから最初はアウフタクトを取り払ってオンから練習してそのメロディーを覚えてその手前に音を入れるともうそこは裏に聞こえるようになりますからっていうふうに何回も何回もまあ、ピアノでこう人差し指で僕もねこうやって弾いてるからこういうふうにつないなりにもメロディーを弾くようにしてメロディーをしっかり覚えてください。ということで本日は以上になります。今今日日ももごごごご視視聴聴あありりががととううざざいいままましした。た。最後で 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした